何独り言言ってんだよ、変なやつ。ああ、これ楽譜だよ。空港で拾ったんだ。落とし主が見つかるまで持ってようと思ったんだけど、交番に届けた方が早いかなって思って。好きな人から。わけのわからないことを言っているとは思うが、よろしく頼む。何かするべきか。何もしなくていいのか。この身でどれだけ戦えるかは不明だが、考えても仕方ない。了解。戦闘行動に移行する。行くぞ。生まれた時と同じだな。怖くはない。あれを貸してくれ。コメコメたちは俺が助ける。やっぱり見てるだけなんて嫌だ。話せ。落ち着いてなんていられるか。ゴーダッツが父さんの大切なものを奪った。俺はあいつを許せない。ここはどこだ。お前一体俺をどこへ連れてきたんだよ。おい、俺を置いていくなよ。君にずっと会いたかった。君のことをずっと探していたんだ。待ってくれ、俺は君が好き。ルチア。さあ行こうぜ。別にそこまで。なんでまた。準備いいか。しかしまあ、揃いも揃ったもんだな。汚れのないのがゾロゾロと。俺の名はジャック。だから大丈夫だ、慣れてるから。こういうのには。この野郎、俺があのわけのわからんセリフ絞り出すのがどれだけ苦痛だったか分かってねえな。ごめん、起こしちゃったね。心配で見に来ちゃった。僕は翼。いくらなんでも無茶しすぎですよ。ああもう。とにかく安全なところに隠れていてください。こりゃ楽勝かな。行くぞ、目に物見せてやれ。やるぞ、叩き込め。チャンスを逃すなよ、打ちまくれ。すみません、ちょっと気分が悪くて。違います、本当に気分が。僕が転校を繰り返してる理由はそれなんだ。僕の友達はみんな昏睡状態になってしまった。みんな、ユーギ君たちも僕に関わらない方がいいよ。走ってきます。また転校しなくちゃ。富野高校にはいられない。誰だ、お前は誰なんだ。どういうことだ。いや、そんなことはどうでもいい。出て行ってくれ、僕の中から。幸せ家族に囲まれてそんな何不自由ない暮らしをしてるやつがさ。ひるむな、呼び続けろ。いつぞやのお返しかい。そういえば私たち、あんた信じてるって言ってたじゃないか。この力で人を幸せにできるって。いいよ、僕の入ったチーム負けちゃうから。この箱の中に僕の宝物が入ってるんだけど、絶対秘密。これでも減らしたつもりだが、今度の後悔はちょっと長くなりそうだからな。タクミ、お前にこれを話す時が来たか。意志がお前を選んだようだ。これを使う力があるものだと。それが何を意味するのかはわからないが。いいか匠、さっきのでわかったろ。この石は青いそれと使ってはならないものだ。匠、ゆいちゃんと仲良くやってるか。お前は昔っからゆいちゃんが大好きだからな。見つけたぞ、下太平洋の宮殿を。ラピュラーズたちを、私の曲でマーメイドたちを虜にしている間に、マーメイドプリンセスを探し出せ。捕まえたよ、北太平洋のマーメイドプリンセス。今から私の宮殿にお招きしよう。北極海や南太平洋のプリンセスともども可愛がってやろう。プリンセスの真珠もね、騒がしい子だね。子守歌でも奏でてあげようか。しばらくはあの城には近づけないな。おっとっとっと、悪い悪い、緊急召喚みたいな感じでな。伝説、いや噂通りの英雄の姿、存分に見せてやるぜ。主従って感じじゃねえよな。友達が一番近いんじゃないか。あんたが俺のことを友達だと思ってくれるなら。だが、行け、絶望軍。この俺様が絶対にお前たちを絶望に。ご何勝手に始めてんだ。ちょっとてめえ何のつもりだ。くだらん真似を。さあゲームの時間だ。どうした牛尾さん、もう後がないね。こっちはあと一歩で頂上だよ。
残念だったね、牛尾さん。ジョーカーは外れだ。ダイヤのエース、俺の勝ちだ。どうか正しき道をお進みあれ。そうである限り、私は忠実に仕えましょう。なんたる邪悪。だが、王をあそこまで追い詰めたのは我々か。この俺を呼ぶとは運を使い果たしたな、雑種。出陣の支度をせい。退屈で仕方がないわ。常俺を飽きさせぬよう励めよ、雑種。優に、さすが貴様には千年パズルを所有する資格がある。が、次の相手は俺だ。俺はお前さ。そんなことされちゃ困るんだよ。せっかく千年パズルを見つけたんだからな。それか、俺はお前の中に潜むもう一つの存在さ、千年リングと共にな。もうお前の体からリングを外すことはできないぜ。お前を永遠の宿主とすることに決めたのだからな。それはいつもたくさんの友達と一緒にいたい。そうだろう。だから叶えてやったのさ。俺たちのアジトへ。俺たちは地球を守ってるんだ、エイリアンからな。そのエイリアンと戦うのがお前たち東京ミュウミュウだ。そんでそいつらと戦うのがミュウイチゴ。お前ってわけだな。さっき博物館でお前の体にイリオモテヤマネコの遺伝子を打ち込んだ。いや、やはり君か。はじめまして、フェンネルと申します。なあ、新たなルートを見つけてね、この町を調査していたんだ。そういえばジンジャーが昔君の家にお世話になったとか。その時の話、よければ聞かせてもらえませんか。いや、やはり君か。きっとロケットを誰かに見られたでプルース。早く逃げるでプルース。誰か来るでプルース。ノットレイダーがいるでプルースか。行くって。プルースたちの存在を知られたら地球にいられなくなるでプルース。それにまたノットレイダーにやられる。でも放っておけない。私、あなたのこと傷つけてた。今ならわかる。あなたの気持ち苦しかったんでしょう。アイワン、私決めたにゃん。前に進んでいきたい。あなたと一緒に。自分だけじゃなくて、私はみんなと一緒に未来に行きたい。一体何の話だい。なんだそんなことか。その通りだ。まったく、僕を無駄にしないでほしいよ。あ、最高の魔法少女になり、そして最悪の魔女になるだろう。その時僕らはかつてないほど大量のエネルギーを手に入れるはずだ。この宇宙のために死んでくれる気になったらいつでも声をかけて。待ってるからね。何よ、ガイト様に私がリクエストしようと思って。何だって。待て、お前たちに先を越されてたまるか。この力は、この力は歪んだイマジネーションを吸収し尽くし力に変える。これが鎧本来の力。ダークネスとか。茶番は姉妹だ。もう行っちゃいましたけど、この真珠レーダーがあればバッチリですよ。任せておいてください。ルチアさん、待